コシジロイヌワシは高め高かに分類される鳥。アフリカ東部及び南部。エチオピアのバレ山脈から南アフリカ共和国の希望法までに分布。アフリカ西部やアラビア半島南部にも生息する。個体数が多いのはエチオピア、ケニア、タンザニア、マラウイ、ジンバブエ、ナミビア、南アフリカ共和国。砂漠地帯にある崖やコップジを好むが、エチオピアでは 標高約4000メートルの高山でも見られる。体長75から96センチメートル。体重は、オスで3から4.2キログラム、メスで3.1から7キログラム。翼海長は181から230センチメートル。全身は黒色で、腰部は白色をしている。背中にも V 字型の白い部分がある。くちばしは黄色く、先端部は黒色。若鳥はほぼ全身が、 アンカ主食で頭頂部に金色の模様、五形部と上背に赤葛色の模様がある。河川の峡谷や岩場に生息する。植生は動物食で岩場に住むケープハイラックスに依存している。ジンバブエで行われた研究ではケープハイラックスが食料の95%以上を占めていた。そのためケープハイラックスが生息していない場所ではこの種も 滅多に見られない。カギ爪は人間の手よりも大きく、犬足のものより20%も大きい足の裏は、ケープハイラックスの広い背中を掴むのに適している。ディクディクなどの小型霊洋類、ヒヒなどのサル類、リス、ノウサギ、マングースなどの小型哺乳類、ホロホロ鳥などの鳥類、リクガメなどの爬虫類も狩る。飛翔しながら獲物を探し、急降下して捕らえる。 ありがとうございます。